ということなんですけど、どうもこんばんは。今日は、前回に引き続き、ベージュの紹介をしていこうと思うんですけど、まあその前に一つ、重要なお知らせが、かなり重要なお知らせがあるんで、聞いてください。VIP チケットの締め切りが、15日、今日の24時までです。よろしくお願いします。まあ絵文字っていうことなんですけど、まあこのチャンネルで、何度も取り上げてるんですけど、8月11日ですね、松浦さん率いるミラージュが、新宿ロフトの方でライブを行うんですよ。ワンマンじゃないですよ。ミラージュとフォービアとデザビエの、スリーマンになります。で、当日券は6500円で、前日は、6000円です。で、ドリンク代はもちろん別に、かかります。で、VIP チケットが、なんか打ち切らせている、まあ締め切らせていただきますっていうことなんですけど、おかしいと思いません？ライブが8月11日なんですよ。そんな報告ツイッターでいらねえよってことなんですけど、ここに、まあ松浦さんが、まあ載せてるんですけど、特典の制作期間が必要なため、まあ今日で、まあ今日の24時に、まあ打ち切らせていただきますっていうことなんですけど、要は売れないから煽ってるだけでしょって僕は思うんですよ。で、チケットは僕調べてるんですけど、新宿ロフトどころか、まあ大阪もまだ空いてます。まあ嘘だと思う人は調べてください。残りわずかの三角でもなければ丸です。空き全然あります。なので、VIP チケットね、求めてる方いらっしゃったら、今日の12時、24時までなんで、購入してあげると松浦さんは、喜んでくれると思います。で、あと一つ紹介したいのは、松浦さんね、ピックも販売しております。松浦さんのピックね、こちらに出てると思うんですけど、まあ、25周年アニバーサリーということで2枚組、税込み1100円です。まあ、こちらも欲しい方は、購入してあげると、喜んで、ね、くれるんじゃないかと僕は思っております。で、あと個人的に、松浦さんに言いたいのは、まあツイッターの方で、まあ昨日ね、今日で打ち切らせてね、VIP チケットを打ち切らせていただきますってね、自分でリツイートしてるのは別にいいんですけど、コメント届いてるんですよ。まあ一件なんですけど、コロナ禍でなければ行きたかったです。頑張ってくださいとね、一般の人がね、コメントをしてるんで、こういうの返した方がいいと思いますよ。ただでさえさ、客入らないぼっくりバンド、無名バンドなんだから、こういうね、コツコツさ、ヨシキさんでさえさ、マネージャーやスタッフ使って、ツイッターを頻繁にさ、活用してるわけじゃないですか。そういうところが大事なんです。お前はいつまでも大元気取ってるかもしれないけど、誰が知ってんのっていう話なんですよ。言い忘れたんですけど、まあ、皆さんも、ビジュアル系だけではなく、他のアーティストのライブやコンサートに、まあ、今まで一度ぐらいは、まあ、行かれたことある人が多いと思うんですけど、チケットの枚数制限ってあったと思うんですよ。例えば、まあ、有名なアーティストだと、まあ、お一人様2枚までとか、まあ、多くても、まあ、チケット4枚までしか申し込むことって、まあ、できなかったと思うんですけど、松浦さん率いるミラージュって違うんですよ。まあ、1回の申し込みで、8枚まで購入可能です。さ、はっきり言うけど、そんなバンド、これからも出てこないし、聞いたことがありません。どんだけ売れてねえんだよ、貴様らって僕は思います。で、一つさ、デッパと、お前にアドバイスしてやるんだけど、力を入れるところが違うんですよ。まずチケットの価格、CD の価格もですね、おかしいと思います。まあ、インディーズのさ、クソバンド、無名バンドです。シングルがさ、国内で一番高いんですよね。まあ、5500円で販売してるっていうところが、まずおかしいです。で、新宿ロフトの VIP チケットもね、おかしいと思うんですけど、例えばさ、せっかく来てくれた、ね、お客さんに、あなたのファンかわかんないです。お客さんに、一緒に写真撮ってあげるとか、それも全部無料です。無料で握手してあげて、サインも書いてあげるみたいなね。まあ、それぐらいサービスしないと、お前らみたいなクソバンドに、ファンが増えることはこれからもないと思います。はい、ということで、ここからはベージュを紹介していこうと思います。で、今日のタイトルの、新ベージュ誕生なんですけど、まずはこちらをどうぞ。はい、前回紹介した、まあ、3枚のアルバム、まあ、インディーズで発売された、まあ、3枚の作品があったと思うんですけど、まあ、その中の、まあ、アッシュっていうアルバムが、発売されて、まあ、ツアー、全国ツアーがあったんですよ。で、そのツアーを終えて、メンバーが、まあ、次から次へと、抜けていった、まあ、失踪したっていう、ことが起こったんですよね。まあ、ボーカル以外なんですけど、で、はじめに、まあ、としみさんですね。この方、ドラムの方なんですけど、抜けちゃいました。まあ、理由は、まあ、音楽性の違いってなってんですけど、まあ真相は分かんないです。
で、次に、ギターのヒデロー、ベースのハイジさんが、脱退って、書かれております。で、下の方に、この筆記体のなんとかなんとか結成ってあるじゃないですか、ジャグドリトルピルでしたっけ、ジャグドリトルピルだったと思います。で、これどういうバンドかって言いますと、こちらになります。はい、ジャグドリトルピルでバンドの活動期間なんですけど、まあ、1996年から、1999年の、3年間になります。で、96年に、ベーゼを脱退して、ギターのヒデローさんとベースのハイジさんを中心に、まあ、このジャグドリトルピルが、結成されました。で、まあ、下の方に、まあ、自然解散、まあ、消滅と書かれております。で、ジャグドリトルピル皆さんご存知ですか？僕は何もわかんないんで、とりあえずメンバー調べたところこうなっております。はい、ボーカルが、リョウヤさん、ギターがヒデローニタケさん、ベースがハイジさん、ドラムが、カズトさんと、写真なかったんで、顔すらも僕はわかんないです。で、次にというか、あと残ってるのが、ボーカルのゆかりと、ギターのあかねさんじゃないですか。で、あかねさんはこうなっております。はい、あかねさんは、父親ですね。なんか病で、家業を継ぐために、脱退したっていう、これが理由です。で、ボーカル一人になってるわけじゃないですか。で、97年の9月に、また5人、まあ4人集まるんですよ。で、まあそのメンバーっていうのは、こうなっております。はい、新メンバーということで、ボーカルは、変わらずゆかりさん。で、ベースが、シャイスケさん。で、ドラマカツラさんと。で、ギターが、水木さんにレイさんという、このメンバーに、なりましたというか、結成されましたということなんですけど、まずここで、メンバーの、まあ、細かく紹介していこうと思います。まず、ベースの、シャイスケさんなんですけど、こちらです。はい、まあ全身バンドですね。これデザビエとペニシリンなんですよね。まあご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、ペニシリンってまあ4人のイメージが強いと思うんですけど、実は5人なんですよね。その証拠はこちらになります。はい、ちょっと分かりづらくて申し訳ないんですけど、この左下の、座ってる方が、シャイスケさんです。で、このシャイスケさんは、ペニシリンの頃は、ギターを担当してました。で、脱退した理由は分かりません。ギターやりたくなかったんじゃないですか。で、次に、デザビエですよね。デザビエで、まあベースをやって、まあこれも、まあ抜けちゃってベースやりたかったんですかね。ベーゼっていうバンドが相手とか何なのか分かんないんですけど、ベーゼに加入したっていうね、こういう流れになっております。で、次に、ドラムのカツラさんですね。カツラさんはこんな感じです。はい、まあ、シャズナとベーゼっていうことなんですけど、シャズナってもう3人のね、3人だろうってね思われてる方いらっしゃると思うんですけど、まあ、インディーズの頃は4人だったんですよね。で、このカツラという方が、ドラムを叩いてたんですよ。で、このとしみさんが脱退後にシャイスケと共に、加入、現在は音楽活動はいいんだし、結婚して子供もいると、野球をやってるってね、ちょっと意味わからん情報なんですけど、まあ、調べたら、出てきました。カツラさんの、シャズナ時代なんですけど、まあ、こうなっております。まあ、この上の方なんですけど、まあ、シャズナを脱退した理由は、不明です。まあ、一つ言いたいのは、名前カツラで良かったのってね僕は思ったんですけど、まあ、本名なのかどうなのかっていうのも、僕は分かりません。はい、ということで、まあ、そんなこんなで、まあ、今のメンバーというか、まあ、新ベーゼが、まあ、集結したというかね、結成されました。まあ明日も、まあベーゼ、紹介したいと思うんですけど、どうでしょうかっていうことなんですけど、あ、一つ言い忘れて、まあ昨日の動画のコメント欄で、ミラージュの特集、まあ紹介をお願いしますみたいなねコメントあったんですけど、まあミラージュはですね、YouTube の方でミラージュで、打ち込んでください。で、検索をかけるとこうやって上の方にねミラージュの動画、これ松浦さんなんですけど出てくるじゃないですか。で、まさかの、僕の動画出てきてます。これシンドロームってなってるんですけど、ミラージュの間違いです。暇だったら、サムネを書き換えておきます。で、ここにもありますミラージュ第1期っていうね、この2本の動画、見ていただければ、まああなたの好きな曲、映像が、入っていると思います。はい、ということで、今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。